さあ早速すごいねレスポンスよくもうメールこの間にも来てるのでですね鎌ケ谷市ラジオネームコウスケ、おすすめのお取り寄せ料理があれば教えてください。あのねサバ押し寿司なんだけど、これね俺何の雑誌か忘れたんだけど、普通のビジネス誌みたいなやつを読んでた気がするんだ。だってその時俺おそらく新しく買ったカメラの情報みたいのを、新しく買いたいカメラの情報を探してたから、まあそういう本だと思うんだよ。そういうそのそれこそプロデューサーディレクターの買った池田の買ったソニーの NEX5N か、その僕の買ったそのドラえもんの日光写真小学館の小学校5年生の小学館祭まで宣伝しましたよ僕大宣伝やってねえんだけど、もう小学校3年生みたいなやつはブロックとかねえんだっけのやつとか、そういうのが書いてある雑誌に、ああいう雑誌の広告って高いですよ多分ね、高いじゃないですか。一面広告でサバ押し寿司の通販の広告が出てて、すっごい違和感あったのね。だってずっとそのなんかデジタルギアとかずらって並んでるところに、なんかスティーブ・ジョブズの本とか並んでるところに急にその一面広告でだよ、カラーの一面広告、カラーの一面広告って結構なもんじゃん。サバ押し寿司ってだってこれで1800円で結構やや高なんだけど、バカみたい高いものもあるからね今時。そう考えると東京駅とかのお土産売り場みたいな、ああいう売店で坊寿司買うと1200、300円するんですよ。でそうするとまあそれぐらいの増してる加減で、すごいこうそのうちの一度食ってみるみたいなのあるから、買ってなんとなく買ってくるの待って食べてみたらうまかったすごい。だからさ、それでさ当たっちゃえば今日もっと面白い話できるわけ。全身ぶっつぶつで、全身ぶっつぶつでブルブル震えながら面白い話できるんだけど、それがねうまく1800円分ぐらいうまかった、2000円分ぐらいうまかったかもしれないけど、それうまくて、あ最近これちょっとハマったなと思って、それこそ頼んで速攻でもう一回頼むぐらいね、でしたね。で次がラジオネームトゲーシーローズ、一度失った信頼を取り戻すにはどうしたらいいですかね。これはですね、取り戻すことはできません。なぜならば僕大きな遅刻をそれほどしたことがないんですけど、2回だけ僕が覚えてる限り、あれは完全に俺のせいです。スケジュールミスでも、その他の人のせいにできることでもなく、俺のせいだっていう大きめの遅刻って大体2回なんですけど、なぜか全然違う番組でその2回ともディレクターとかプロデューサーと一緒なんです。それで多分その人にそのこと怖くて聞けないんだけど、俺その記憶から消したいじゃん、その恐ろしいやつだから。まあ前も言ったことありますけど、3、4時間ある4時間かなぐらいのテレビの生放送の司会を寝過ごすっていうやつをやってます。起きたらやってるっていうのをやってますんで。であともう一本は、これは多分初めて喋るかもしれませんけど、この番組特番を2回やりまして、その次の秋から、レギュラーになりますと。これで最初の特番は割と盛りだくさんでしたけど、今回の特番に関してはもうそのレギュラー後と同じ感じでやってみますっていう、いわば、テレビでもちゃんと放送しますけども、最後のなんていうんですか、運動会で予行演習というか、最後ラストテストを兼ねてるやつですよっていうのを、なんだかわかんないけど違うスタジオに行っちゃったんで2時間ぐらい遅刻して行きまして、でゲストの方とかも大変皆さんご立腹で、これでその番組がなんだろうね、10月から全然知らない人が司会ですなんだろう、あの現場で誰も怒らなかったんだけどね、あの口も聞いてくれなかったけど、怒らなかったんだけど、そうなって、で10月から全く違う人が司会やってた。この多分2つの番組のチーフディレクターが多分一緒っていうか一緒なんですよ、これは間違いないんだけど、あんまりに怖いじゃん、こんな記憶早く消せないともうダメになっちゃうから、ダメになっちゃうから、記憶半分消したんですけど、多分今やってるフォト575のディレクターがその人だと思うんだよね俺。
でも面白いもんで、それぐらいの感じになっちゃってる。あの消したい過去、消したい過去だから、なんだろうね。で本人にもでしたねっていうのも言えないから。でもその人が僕今逆にめちゃめちゃ、もともとか、もともと僕は割と現場にめちゃめちゃ早く入る人なんですね。あの今日のラジオも6時から入ってますんで、まあこれは別としても現場に例えば30分前ぐらいには入るように入っちゃう人なんですけど、なんかこの人がいつも俺が遅刻してるんじゃねえかなっていう目線をしてる気がする。でこの信頼が取り戻ってるかどうか別なんですけど、僕の中にその両親の呵責がある以上は、おそらく生涯信頼は取り戻ったことにならないと思いますので、無理です。ラジオネームジェニューさんから、どうせならルパンの声優さんも変えたらいいんじゃないのかと。全員変えちゃえばいい。ルパン三世も声優さん変わったじゃない、ガラッと変わったら。もうよくわかんないよね。山田康夫さんが亡くなった時に山田康夫さんの声が出せるからっていう理由でクリカンさんがやったじゃないですか。でクリカンさん残したまま他の人変えるっていうのもよくわからないんだけど、ただすごく思ったのは、銭形のとっつぁんが変わっちゃうと、銭形のとっつぁん、山寺さん銭形のとっつぁんなんだよ。山寺さんが銭形のとっつぁんになると、もともと銭形のとっつぁんのモノマネしかできなかったり、その銭形のとっつぁんのモノマネがレパートリーのど真ん中だった人は、そのすごいピンチじゃないですか。ちょっと今モノマネ芸人で一番ピンチなのはその人で、一番ラッキーなのは栗山のモノマネする人人がすごい今需要が増えてんじゃねえかなっていう。まああのメールなんかこういうの、お前これちょっと喋ってる、おいじおる、おるしゃべる、おるしゃべる、おるしゃべる、しゃべる、角砂糖やるから喋る喋る、ほらほらほら、おお喋ったな、ゴミみたいな感じで送ってください。そうですね、メールいきますかね、それとも愚痴いきますかね。愚痴的にはリーボックの CM どうなのよブームなんです。僕あのリーボックのあの靴の CM で最初に反則じゃねえのみたいな CM 出した時に、それどうなのって思う。反則、まあ分かるよ、例えば反則なぐらい飛ぶバットっていうのもあるわけでね。で例えばあまりに画期的にその性能が良すぎて、バッティングのコツをつかむためにそのバットを使って、例えば規定よりも太いバット、金属バットとか出てる、試合には使えないで出てるから、そういうものだとすればをちょっとこうショッキングな表現にしてるとすれば分からなくはないな、のでちょっと僕の中では無理やりに収めてたんですよ。スポーツギアの CM に反則じゃねえのっていうキャッチフレーズねえだろうと思ってたんだけど、したら今度のバージョンはもちろん反則じゃない大会もありますっていうキャッチフレーズで、これで今度その何々マラソンの主催関係者の人がちゃんとインタビュー画面で出てて、まあメインスポンサーですし大会スポンサーですしって言うと終わるのよ。それいいの？要するに大会金出しゃルール変えられるっていうことじゃんそれって。でそれに対してそれはないんじゃないって思いながら、ツイッターとかでつぶやいたり、 これ今見たんだけどこれなくないって言うと、そういうのに目くじら立てた、お笑いの表現の幅が狭まりますみたいな話書かれて、あれ俺その職業、俺その職業で、逆にそれ本当にみんな OK だったらもう OK 宣言してくれるとかなり不謹慎なことも言っていい感じに俺なるな。あともう一個だけ愚痴言わして、もう一個だけもうお願いだから、もう言ったって家に行っても誰もそれ聞いてもらえないから、もう一個だけお願いまして草野球やってるんです。今シーズンもう大詰めで、ちょうど、先週の先々週の試合で、引き分けたことでうちのチームは奇跡の逆転優勝はなくなって、最大でもまあ2位みたいな状況になってます。で残り2試合、先週の試合、今週の試合、残り2試合で、まあ、その8チームの、3回総当たり制という長いシーズンがまあ終わろうと してるんですね。それで今シーズン絶不調で、
そんなこと今までなら打率2割切りました。1割台なんです。でちょっと思ったのはやっぱり寄る年並みだなっていう、ね、自分が今まで一番気に入ってた重いバット、重めのバットを振り切ることができてない、ね、ことになりまして、軽いバットに、もう必要以上に軽いバット、もうもともとそんな実力ありませんけども、フェンスオーバー見たら一切狙いません、ジャストミートしたのに内野の頭を越えましたみたいな打球でいいから、とにかくミートしないとっていうことで軽いバットをネットですごい探したんですよ。今まで使ってたバットが800数十グラムぐらいのを見え張ってこう使ってたんですけど、なんかすごいテクノロジーで、それこそちゃんとしたその軟式野球連盟の規定にも全部入ってる上に金属バットで、500グラムっていうバットが、これバカみ、野球やってる人からしたらバカみたいに軽いバットなんですけど、あるとでいて、その残りの2試合もこれを使ってちょっとその当てていかないとっていう、ね、もうこのヘロヘロスイングはダメだから、一応軽いバット、軽いバットで結局押し返されるから、長打は出ない、長打は出ないんですけど、やっぱり軽い分だけ振りやすいは絶対振りやすいんで、でそれをねネットで調べたら、入荷に 3,4 日かかります、お取り寄せみたいになるわけで、これ結局その、試合に間に合わなきゃ本末転倒だからと思って、そこのお店に電話かけたら、大丈夫ですと、木曜日には届きますんで、金曜日試合で木曜日届きますんでつって、で木曜日の夜待ってたわけで、しかも出荷しましたみたいなのも書いてあって、あネットだから、ネット販売だから出荷しましたみたいなの来てるから、木曜日待ってたわけ、そしたら来ないの結局。これでまあ途中俺もこうたまに家でこうやって一人でぼーっとこうさ、その座ったりとかすると心がどっか行っちゃう時とかあるからあれみたいな感じになっちゃう時は、あれ今俺女だった、今俺女だったみたいな大勢のしもべたちに体中にオイルを塗られてたみたいな、え寝てた、いや違う寝てた感じじゃない、だってまだぬるぬる、あれ濡れてないみたいなことが家で僕よくありますんで、ね、で実際にその時自分のことを、まあ、王様らしき人が俺にキスを求めながら俺のことをフォンティーヌって呼んでたからっていうんで、ネットでフォンティーヌを調べてみたら実際にいるみたいな、そういう、まあ、感じになっちゃう時ありますんで、んで、あと俺が床なのか床が俺なのかってなる時あるんで、玄関まで行ってさ、郵便受け見たら何も入って、不在票とかも入ってないわけ、ね、それもさすごい思うのは、俺のことをかなり自分で疑ってたよ、だって自分で起きてたって分かるよ本当はね、分かるけど、万が一その紀元前4000年に行っちゃってたらまずいで、ほらこの部屋にいるフォンティーヌはフォンティーヌで急に太ってるしね、お付きの者が誰もいなくなってるし、ピンポン鳴ってるしみたいな、これは言葉わかんないし、向こうの方がね、お荷物でへって言ってるのも全然わかんないからさ、エジプトの人だからその感じもあるんじゃねえかと思って見たら、不在票ないわけ、ないかねえんだと思って、それでもまっその、でも9時過ぎたら来ないよねとか見ながら、もう10時だけどと思いながら、見たね、そのメールを見たら、メールにその追跡してくれるサービスあるじゃない、今どこに荷物あるのって言ったら、そこやったら8時、いや9時にお宅に行ったけどいなかったから営業所に戻りましたみたいななって、追跡がはぁみたいなので、そこに電話かけたら、もうこの時間は知らぬ存ぜぬ決め込む時間になっておりますのでみたいな、テープの真似して、多分あいつ人なのにテープの真似してちょうどテープの走行音みたいなノイズをうまく携帯模写で出しながらね、ケントフリックが、ケントフリックって最近全然見ないね、擬音モノマネでおなじみのあの人で言うわけで、言って次の朝一で問い合わせてくるみたいになるわけで、朝一野球だからこっちはさ、で言って、そのもう俺にしてみればバットをあそこまで極端に変えるっていうことはさ、ちょっとすごい天気、あとね、後のね、後のその俺のこう自伝によるとですよね、そこが一番のターニングポイントで、
野球をやめましたっていう日になりかねないのに、遅いですよ。で、一応営業所が開くぐらいの時間が、その連絡がこの時間からぐらいの時間が集合時間だって電話かけたら、どうなってんの？そのお店の人にもその日届くからって買ったんだけど、なんかそのネットではもうその一回行ったんだけど戻りましたみたいな感じになってて、でも不在票は一切入ってないし、どういうこと？僕その時間いましたし、みたいな。でまたさ、そのちょっとこれも難しいとか、俺のその微妙なところの話になるんだけどさ、俺やっぱりさ、なんか人に対して強く言うときにどうしても自分を最初に疑うみたいなところから入っちゃうわけ。だ、玄関でこうピンポン押してみてちゃんと鳴るかどうかとか、要するにその俺の方のミスの可能性をまず消したいと思うから、で唯一あるのは俺は寝てないと思うけどうとうとしてた可能性みたいなのあるわけ。それはどっか俺の中に何パーセントか 1% か 2% 持ってるわけ。そしたら、ちょっと調べます担当のものをみたいなこと言うんだけど、今担当のものに調べましたら、その9時に確実に、あなた様のお宅には行ったんですけど、たまたま不在票入れるだけ忘れましたって。どう思う？それどう思う？その感じ。ね、で言ってね、いやちょっと待ってくださいと僕からしてみたら、いやもうちょっと僕その、こういうところで直接担当してない方に僕のこの今のイライラみたいなことぶつかっちゃうのが嫌なんで、ちょっと冷静に考えていただきたいんですけども、僕いたんですねっていう、僕はそこにいたんですって。でしかもその呼び鈴はピンポンちゃんと鳴るかどうかも確認して、鳴るんです、でもピンポン鳴らなかったんです、でしかも不在票がないんです、こういう事態で今電話してるんですけど、冷静に考えてしたと思いますかって、その荷物の業者で来たと思いますかって言ったら、ありえますって言うのね。いや、ありえるとかじゃなくてっていう、俺の中ではどっちが悪いと思いますかって言うと、いや不在票入れ忘れたのは本当に東方のドライバーがって言うから、もうなんかわかんないけど、そりゃ三振だわ、そりゃ古いバットで三振だわ、このこと起こってない前の試合も二三振だけどね、全然関係ないやつもね。Tum, tum, 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 tum